こんにちは、稲垣義邦です。東京不動産大学は、今回ですね、23区の紹介になりまして、杉並区になります。で、杉並区はですね、かなり人口が多いんですね。57万4118人お住まいになられてます。世帯数は32万5606世帯になります。で、結構有名な駅が多々ございます。まず1個目ですね、荻窪駅です。で、荻窪駅は、坪単価380万7千円です。シングルの賃料が8万1700円です。新宿駅までは10分となります。で、中央線と丸の内線が使えるんですね。で、丸の内線に関しては、始発の駅なので、座れる可能性が高いと。で、商店街がすごく充実してまして10個ほど、あると言われております。で、あとですね、駅前のショッピング施設っていうのがかなり大きいものが、2つあります。で、相当住みやすい駅なのかなっていうふうに思います。で、続きまして高円寺ですね。坪単価 331.1万円、ちょっとなんか安いような印象はありますね。で、シングルが7万7900円となってます。新宿駅まで7分ですね。高円寺は、中野と、阿佐ヶ谷の間になります。で、こちら中央線ですね。で、高円寺の南口を、歩いていきますと、東高円寺ないしは新高円寺っていう丸の内線の駅が、ありますので、南口に住んでいらっしゃる方は丸の内線も使える可能性は高いかなと思います。で、順城通り商店街とかですね、かなり有名な商店街が、たくさんあります。商店街の数でいうと、駅としては日本一っていうふうに言われているんですね。で、阿波踊りとかが、盛んだったりとかですね、あとは、ライブハウスなんかも多かったりとか、古着屋さんが多いとかですね、いわゆる若者の方の街なんですけど、ファミリー世帯も非常に住みやすいですね。そういったエリアになります。で、続いて、永福町ですね。坪単価が306万4000円。シングルの賃料が7万7000円。で、渋谷駅まで12分ですね。こちらは井の頭線になります。で、すごい閑静な住宅街なんですけど、駅前の商店街は充実してます。なので、割とですね、庶民的な駅なんですけど、渋谷へも近いってことで、非常にいい駅なのかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。